はよく走ります。こうだ、こんなに走る。こうだ。今日は富士スピードウェイに来てます。あいにくの雨なんですが、まあ、その雨が逆にちょっと4区という、X ドライブですからどんな走りになるのかっていうところがちょっとまた楽しみな、走行になりました、ね、ぶつけないように気をつけながら、走ってきます。楽しみます。で、ね、今回やっぱ雨なんでちょっとおっかないんでね、電子制御は全て効かして、走ってます。サスペンションも実はノーマル、タイヤもランフラットのノーマルのまんま走ってます。でもね、よく曲がります。よく曲がる、よく曲がる。でですね、逆にね、アクセル踏んだ方がね、ガガ曲がってきますね。食ってくというんですか、立ち上がりもね、すごくいいです。ちょっとめちゃくちゃ面白いかもしれないですね。メインストレートのところで今200超えてます。215 220 229 130 130からいきますね、メーター見てね。よくブレーキも効きます。このウェットの中でよく走るなと思います。ちょっとね、あの真剣になっちゃってるからコメントがまだらでね、すいませんけどね、面白いですねこれ。正直言ってですね、このウェットの割にはあんまり怖くないんですね。でこの先ね、川って言われてるね、水たまりもあるんですけど、全然浮いてる感じはあるんですけどね、そのまま踏んでても全然なんですかね、滑る感じがないんですね。コーナーもすごいちっちゃなコーナーもですね、こう細かいコーナーもよく切り返してね、で踏めば踏むほど立ち上がっていくというね。いやいやいや、ちょっと本当にね、自分の運転がね、正直言ってね、上手くなったように感じます面白いですねこれね。まあね、FR は FR の楽しみがあって、 FF には FF の楽しみがありますが、これ四駆の楽しみってやつですかね。本当によく走る。で、ね、ちょっとやっぱアンダー出ちゃったりしてるのも、その時はですね、踏んであげると治っちゃうんですねこれね。でもね、この雨の中でこの速度はすごいと思いますね。全然ストレートも今全開で踏んでますけど安定してます。今235まで行ってますね、メーター見てね。ちょっと怖い怖い怖い、雨の中でね、目の前に車が急に現れるんでちょっとビビりますでもね、全然安定しちゃってるんでね、踏めますね。ちょっとオーバーランしたけど、でもね、踏むと治るんですよね。ラインもね、ちょっとアンダー出たら逆に踏んじゃうみたいな方がね、食ってくんですね。ちょっとね、僕も四駆は初めてなんですけど、こんなに走るんだってちょっとびっくりしてます。いや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 、ちょっとこれ本当よく走るな、恐ろしいぐらいよく走るな。本当にノーマルとは思えないですね、ちょっとね、やっぱ買って正解だったかなと思っちゃうような車になりましたねよいしょ、あ、本当によく曲がります。よく曲がるし、よく吹ける。
でもね、安全性って言ったらこれはすごいなと思いますね。こんだけサーキットで飛ばして大丈夫だったら、一般道普通に走ってる分だね、ヘビーウェットでも何でもないと思いますよ。はい、最終コーナーね、今立ち上がるとこですけどね、優勝。何せ立ち上がりがめちゃくちゃいいです。走るな、本当に面白いな、この車。ノーマルなんだよね。だからこれから本当にね、もっといじってったらもっと速くなっちゃうってことですよね。でね、ブレーキもやっぱりちょっと今日雨なんでね、全然十分なぐらい効いてますね。まあ晴れだったらちょっとどうなっちゃうのかなと思いますけど、よく走ります。もう本当それしか言いようがないぐらいのコメントなんですけど、本当によく走る。あ、衝突安全防止出ちゃって、そんな安全装置までついちゃってるしね、これすごいですよね。逆にどうなんだろう、滑んないんですよね、横にね。本当に前行くって感覚ぐらいしかなくて、変な話、こんなタイトコーナーわざとにアクセルラフに踏んでるんですけど、まあ電子制御も効いてますけど、本当に前へ進んでいくしかないっていう感じで走っていくんですよね。これ本当にね、わざとね、アクセルバンって今踏んでるんですよ。これ全開で踏んでるんですけど、電子制御と、なんてトラクションがしっかりやってね、なんか超安定してるんですよね。本当にすごいんですね。今後本当仕上げていくのにちょっと楽しみな車になってきましたね。安定してるっていう一言ですかね。逆にね、アクセルを踏んでる時は本当にその方向へその方向へしか行かないので、まあ、FF もねそれに近いものがあるんですけど、ただ後ろも、ね、四駆ですから押してることもあるので、ただ単にこうアンダーが出てフロントがダーッと方向を向いてるけど滑っていくっていうんではなくて、安定してこう曲がっていくっていうところですね。うん、まあ、これが四駆かっていうのはね、ちょっと、スポーツ四駆と言われてね、こういう、パワーがある高性能四駆、自分自身もね、本当今回が初めて、こういう感じに乗ったんですけど、あとこんだけ、ね、雨の中で走っちゃうとなるとね、今日晴れだったらどんなだったのかなっていうのもちょっと、ね、試してみたかったなと思うんですけど、今後のねまた走行あると思うんで、ちょっと今度はドライでね走ってみたいと思います。今日で、ね、本当に、ね、ちょっと逆にウェットでね勉強になりました。のなんだろう、こんだけ安定してるんだったらおっかないことないよねっていうのを本当しみじみね思うようなね車ですね。本当よくできてるというか、素晴らしい車だと思います。いや、面白かったですね。よくですよね。コメントがちょっと真剣になっちゃってて、おっかないのがあって、飛び飛びです。